ちはベビーチャンネルです。原宿にはウィゴーの店舗が5店舗ぐらいあるんですが、お店の方に確認したんですが、ウィゴー竹下口店が一番スクイーズを扱ってる数が多いそうです。なので今回は原宿の竹下口店に行ってきました。原宿駅から竹下口に入ってすぐのところにあります。入り口は狭いですが、中がすごく広くなってて、イヤリングとかピアスとか、あとスクイーズとか靴とかお洋服とかいっぱいありました。私が買ってきたスクイーズを紹介します。これもレジで聞いたんですけど、店員さんも触ったらすっごい気持ちよかったって言ってました。これは3週間ぐらい前に入荷したそうなので、新作とは言えないかもしれませんが、私は初めて見たので買ってきました。せーの、じゃん、こちらの2つです。クリーム餅あんこと桜です。結構大きいサイズでなんか気持ちよさそうだったし、あとこういうモニ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 してる感じは好きだったので、こちらを選びました。2つとも600円でした。クリームたっぷりクリーム餅。まずあんこ、あ、この箱の中に紙があるタイプなので、紙がしなったりしなくて、汚れたりしなくていいです。柔らかい。あ、中にちゃんとあんこが入ってます。色が変わった。これ外の皮は白くてプニプニしてるんだけど、中はあんこ、すごい柔らかい。あ、ぐちぐち音鳴る。うわー、本当にあんこのお餅を潰しちゃった感じです。この押してる感じは低反発枕を押してるような感じで、すごい柔らかいです。でもブニブニしてて面白いです。あ、これは伸びるんですけど、ここのところを伸ばしちゃうと切れちゃいそうなので、こうやって伸ばした方が良さそうです。あ、匂いはゴムです。次はピンクを開けます。あー、ピンク、ピンクは潰したら何色になるか、ピンクのままか。あー、これもすごいプニプニで、これは空気が結構多めかなって感じです。では潰します。あー、濃いピンク、かわいい。わー、ボコってなった。これは空気も結構入ってるので音がいいです。面白いこれ。これは600円ってちょっと高めかなって思うけど、伸びる大福餅とかより大きいし、しかも色が変わるし柔らかいし音もするので、すごいおすすめです。この他にももっとなんか大きいパンとか、ホットケーキ、低反発なホットケーキとかいっぱいいろいろあったので、可愛い猫とかもあったので、ぜひ気になる方は行ってみてください。すごいおすすめです。バイバーイ。